持続可能な社会の実現に向けて、 CO2 を排出しない再生可能エネルギーへの需要が高まっています。日本でも2040年度には発電電力の4割から5割が再生可能エネルギーとなる見通しで、その多くは気象や時間帯などにより不確実な変動要素があることが導入への課題となっていました。私たち日立産機システムは、再生可能エネルギーによる電力システムの課題解決につながる新しいインバータ GFM グリッドフォーミングインバータを提唱します。再生可能エネルギーの発電で安定して電力を供給するためには何が必要なのでしょうか。ポイントになるのは、再生可能エネルギーを電力に変換するインバータ、つまりパワーコンディショナです。一般的な太陽光発電では、エネルギーリソースや蓄電池から系統に電力が送られる際に、パワーコンディショナにより周波数や電圧が整えられています。再生可能エネルギーを使って小規模で発電できるメリットがありますが、万一の系統事故などで周波数の乱れが生じると、これまでのパワーコンディショナでは元の正常な状態に戻すことができず、停電につながる可能性もあります。一方、大規模な電力を作り出す火力発電所では、大きなタービンを回し大量の電力を送っています。系統事故が生じても乱れた周波数に動じない力、つまり慣性力が働き、すぐに正常な状態へ戻すことができます。太陽光発電でも周波数の乱れを整えて一定に保つ力を備えることができれば、自然環境や停電による影響を最小限に抑えることができます。それが日立産機システムが提唱する次世代のパワーコンディショナ GFM です。さらに GFM には電力系統を自ら作り出す機能があります。従来、例えば工場内の太陽光発電など複数台の電源を自立運転の状態で接続すると、パワーコンディショナが互いに電圧や周波数の制御で干渉してうまく動作できませんでした。それを GFM に置き換えると、複数台でも協調して自立運転が可能となり、災害などにより外部の電力系統が停電したとしても、再び設備内に電力を供給することが可能となります。ここ日立産機システムの習志野事業所では、 GFM を実装し稼働を開始しています。ここでは3並列構成として交流マイクログリッドを形成しました。発電した電力は事業所の水道用ポンプを駆動させています。余剰がある際には蓄電池に充電するほか、事業所内の交流系統へ供給し、余すことなく利用できます。その結果、 CO2 換算で年間 39.2 トンの温室効果ガス削減を計画しています。系統が停電しても自律的に動作できる GFM の機能により、太陽光発電から給水ポンプの動力や工場の構内放送設備向けに電力を供給することが可能で、万一の際の工場のレジリエンスに力を発揮します。このように GFM は電力の安定供給とカーボンニュートラル実現を両立する画期的な技術、レジリエントなクリーンエネルギーシステムの未来に貢献いたします。